ここしんどいな。いった。何のダメージ、何のダメージ。ああ、保留した。うう、めんどくせえよ、燃えよ、めえよ、めえよ。千枚ところででっかいやつが出てくるんじゃねえよ。おお、すげえ。あいつのハンマーじゃん。使いたいけど絶対クソ重いんだろうな。どれどれ、一応見てみましょう。まあでも筋力40だからめちゃくちゃでもないな。はあ、これも岩やん。岩がついてるだけやんけ。自然の岩がそのまま打撃武器となって、やばそうだよね、これ。ただの岩くっつけただけだよね。はぁ。地鳴り。はぁはぁ、強攻撃。きつぅ。まあ、いや、とりあえずこれで、こっち側のこいつを倒す必要はなくなったが、まだまだ道がこっちにあって、あそこにいるんだよなぁ。めんどくさいなぁ。おぉ、おぉ、おぉ。ユーミヤーマンはまだ別におるんかーい。アヒー、下でよ。とりあえずあそこの後ろか。これは抜けていくしかない。あの後爆発するんだ、あれ。そういう仕組みね。そういうことね。よし、とりあえずここは抜けていく。やっとられんと。おははは、ガハハハ、いやはは、ほい。さっきなんか食らったなと思ったけど、そういうことか。ふぅ、めんどくせえやつ。おお、あれ、なんかこれ壊れそうで。あ、木を倒すやっぱある。ちょっとあいつの攻撃を見てから回避しましょう。スッといって、おー、一緒くと、いいぜ。ちなみにこっちは何もないぜ。こっちは何もないな。よし、じゃあ、まあ、あんなやつ相手してられないんで、僕はこっちに行きます。よし、おい、これで俺がさっき、おお、あ、これでさっきこっからポーンと落ちてきた方がいいのか。ひー、弓うぜー。とりあえずこっちだ。こっちはなんだ、こっちはどこだ。うるせえよ、剣にかっこよく決めてんじゃねえよ。お、反対側に出てきたな。うん、うわ、ホラー穴、ホラー穴というか穴というか、うん、反対側。あ、これで、あ、やった、これでショートカットできるんだね。あ、そういうことか。そこなんであるんだろうね、ショートカット。あ、でもそういうわけではないのか。ちょっと待ってよ。うお、怖、これ。なんか攻撃されたらピューッと落ちちゃう。はい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 、これでここがつながりので、ここの、そうそう、これこれ、これやるとショートカットになるんじゃない。はあ、長い道のりであったわ。あの人まだここでやってるじゃん。まあいいわ、とりあえずこれでショートカットができた。これでもうちょっといろいろ強気で攻略できるぞ。弓矢さんはここでもきついてくるんだろうか。気づいてこないんだったら、こいつをここで仕留めてやろうかっていう、そういう算段。おお、イエーイ、おお、イエーイ。ここから一方的に棒ここよと思ったけど、え、この下に道があるの、そういう感じ。まあ、じゃ行ってみるか。こっち来てくんねえかな。あ、来た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 。え、え、え、自分から落ちてくれた。ありがてえ。引きやすくなりましたわ。あざーす。で、え、普通にこっち回れた。ああ、びっくりした。ね、いけないよね。ビビる。でも意外と道はあるけど、なんもない。俺が頑張ってるだけ。
ああ、ここあれじゃん。俺が遠巻きに見てた、なんか、下に行ったら、なんか、無水槽なゾーンの、なんかあれじゃね。それで、あそこの、なんか、コロシアム的なのがある。あそこがやっぱボスなのかな。なんとなく、おお、待って、結局こっち行くしかないのか、道は。おっと、ちょっと待って、ちょっと待って、正直でっかいやつらにあんまりまともに戦いたくないから、一方的に痛さと怖さを教えてやりてんだけど、弓畜ボンバーしちゃう、だったら。なんか弓畜じゃうまくいかねえな。よいしょ。なんか地味に食らってる。あ、なんかゴンゴン言ってる、ゴンゴン。ああ、おー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 、あ、やべ、どうしようかな。とりあえずゴンゴンがうぜえけど、穴開いてもどうか。よし、こうなったらまともに戦うがあるぞ。おい、あっちに道はとりあえずないのか。ただ抜けるとしたらこっちやな。ならばこっちを通るぜ。こいつがケツを向けている、今がチャンス。ポンポン、ん、あ、普通にこうなってんの、ん、じゃあ道としては何が正解なんだ。わあ、危ねえな、あいつの攻撃。よいしょ、多少広いとこならもうちょっと相手になるわ。うん、ちょっと道が分かんなくなっちゃったな。うん、ドスンドスンさんも本当は倒した方がいいのかな。もう一体いなければ、はい、やってもいいんだけど。おお、やべやべやべ、こっちにも来てると思ったらもうドーンだよ。やべやべ、また来る、また来る。どうなってんのその距離。うえー、ダメだ、弓じゃ全然食らわせれん。ピューン、いいっすね。ビューティフォー。やべ、ビスリー、で倒してやったぜ。いや、だって鬱陶しいんだもん、あの人。どんどこどんどこ、どっからでもやってきやがって。あったらこいつだけど、なんかこいつ回復しやがるんだよな。で、どこで回復してるんだか。でもなんかエストビンこいつ使ってた気もする。よし、これであいつがあっちに行った隙に俺はこっちに行くと。完璧な作戦だわ。これでここでちょっと取りづらかったアイテムたちを回収。ふう、おお、お、ああ、これウルフしのった、ぐるんぐるん動くからびっくりしたよ。あ、こっちに道があったのね。はい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 、あそこにもアイテムあるんで、あれを取りたいんだよな。よしよし、とりあえずお前一人ならそんな大したことはないはず。振りながら、この前こいつにボコボコにされましたけどね。ぐる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 、いいって。こいつの猛虎破局動画が結構めんどくせえんだよな。これ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 、おお、ぐよん、でもケツを掘る。ふう、眠れ。へえ、デカブツどもはめんどくせえ。まあ結局こんな感じか。ソウルか。ソウルだね。だってもうここに二度と来たくないので、なるちょっと一応もう多分ないけど、アイテムかなんかないかもあるかもしんないんで、ちょっとちょっと見てさっきの場所行ってみるか。まあ多分大丈夫やろう。というわけでこの続き行ってみよう。ふう、やっと進める。お、あれ、道というかただアイテムがあるだけだった。アースシーか。さっきのやつがドーンドーンで使ってたやつじゃん。あれじゃ道こっちじゃねえの。あれじゃどこ行けばいいんだ俺。なんか若干こう積んでんだけど。で、斧だけ見てみるか。アースシーカー。
あ、使えるじゃん、アスシーか。青銅で作られた大型の両刃斧の儀式用のであり、本来は、ああ、なるほどね。あやに用いられてるね。ミルウッドは原始的な大地信仰の地であり、騎士長はまた最南チラ町でもあったのだろう。大地の怒り、神の怒りじゃなくて大地の怒り。大地の怒りっていうとなんかあのカードヒーローを思い出すけど、怒りとともに大地に武器を突き立て、周囲に激しい地震を巻き、その揺れは爆発にすら似ている。ちょっと使い手感はあるな。かっこよさそう。ドスーン、でけ。普通に斧として使う分にはちょっと弱いのかな。こういう斧もちゃんと使いたいけど、片手でも全然使えるからいいよね。ちょっとこれは使えるようにしたい感があるな。しかも大地の怒り、あ、そう、大地の怒り試してみるか。大地の怒りは若干ネタな気はする。ゴーゴー、周囲にやる感じか。難しいっちゃ難しいな、使いどころは。まあ、とりあえずこいつは一旦なしで、さて、あ、完全にあのショートカットの木の方に目が行ってたせいで、ここの道を完全にがばってたわ。なんか行動みたいになってんな。おお、なんかキモそうなのが。待って待って、これボスじゃね。あ、違うか、普通に行けんだけど気持ち悪い苗床たちじゃねえか。これ汚物消毒してえな。あのトーチでボワーってやりたい。うわー、待って、ここはマジでキモいところだ。やべえな、弓矢がもうだいぶない。とりあえずこれでこいつをおびき寄せるぜ。飛ぶんじゃないよ、飛ぶんじゃないよ、飛ぶんじゃねえ。おお、あ、一匹倒したらなんか全部来たんだけど、なんかこいつまだビクビクしてるし、怖いよ怖いよ怖いよ怖い。ハエを落とすぜ。苗床に垂れる、エロ同人みたいに垂れる。やめてやめて、いやめてオーゲー。あ、なんかされた。あー、なんか体にまとわりついてる。これまずいよ。待てよ、待って待って。あー、恐ろしかった。もうまだビクンビクンしてるし、こいつらもうキモいよ。やばすぎ。うわー、もうちょっと触れただけでもうやだ、ここ。はあ、何これ、なん、あー、もう動くなよ。あれがやばい、あの上のがやばい。あれ何、どう待って、ぐじゅ、あー、まだそこによく見たらおる。あー、終わった。いや、早く行こう。オブザ勝負だ。オブツ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 。普通に殴ろう。ちなみに何も攻撃とならない。ああ、ただキモいだけか。キモい。もうここに、あ、待って、これもどうすんか。トーチ重い。二刀流で攻めたいけど、松明のことを考えてこれでいこう。とりあえずしない。よし、なんだ、おお、シークレットドア、シークレットウォールか、隠し壁。あ、行きたくないな、行きたくないな、嫌だな、怖いな。なんかさ、なんかうにょうにょしてない？気のせい。気持ち悪い、気持ち悪いよ。お、マジで、もしかしてこれあれか、さっきじゃないのか。ああ、もうさっきまでの おゆきちゃんゾーンが平和だったなと。待って、もうこいつらばっかりで、まあそうだろうね、こいつらの巣だろうからね。上とかにもいっぱいいる。うわ、ちょっと待って、本当に嫌だここ。
もうマジ無理なんだけど。おい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 、痛えよバカ。また色同時アタックされるの嫌だな。うわー、目がピーンってなってポーンってしてくる。うわー、いっぱい来たいっぱい来た。いやー、キーキーやー。うわー、なんかもうビリ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 ってなんか出してるし、お前らの白くベタつく何か出してんじゃねえよこれの。よいしょ、あー、よし、おお、うーん、やめろ、出そうとするな、出そうとするな。わあ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 、こんなところに行ける主人公がすごい。俺リアルだったらもうマジで無理。もうずっとなんだったっけ、エルフリーグだったから、あの子となんかなんか追いかけしてるか、追いかけて分かんないけど。よし、いやー、いい、やばいやばい、はらまされる、はらまされる、やめろ。俺らビクンビクン動くのまで嫌なんだよな、倒した後ゾッとするね、ゾッとするね。よし、いいよ来いよ、うい、うい、はあ、キモい、キモいよ。よーし、おー、こっちに出たか。いい、飛ぶんじゃねえ、飛ぶんじゃねえ。こ、うい、よし、このアイテムは何だ、血の奇跡。大事っちゃ大事だけど、いらんちゃ、いい、やめろなあ、もう飛んでくるんじゃないよ、やめてよ、もう。わあわあ、もうひでえひでえね、この死体が、死体が死体で死体なんだけど、こいつらが集めてきたのかな、死体コレクション。おー、あー、しまった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 、ギュー。なるほど、これを食らうと、あのヒルちゃんと同じ時のような感じになるのに、やめて、めんどくせえことするんじゃねえこのバカタレが。ひぃひぃはやめて、2回も3回もそんなもんやめて。あ、間違えた、飲んじゃった飲んじゃった、いた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 、うわ、吐くんじゃねえ、うわ気持ち悪い、やろう、やめてくれ、もう勘弁してください。もう嫌なんですよ、あなたたちみたいなバグドライフの相手するの、何か悲しくて、もうちょっとたた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 、やめろって言うとだろうお前。やばいやばいやばい、あー、もう坂、ブルル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 ル、こんなとこ二度と来たくねえかな。探索がこれっきしにしたよ。でもらえ、奴らを殲滅させる。これ以上気持ち悪くならないためにも。あー、でもまだまだいっぱいいるよ、いよい。あー、ビンヘルム装、え、なんでここにビンヘルム装備があるんだろう。やだー、怖ーい。まあまあまあ、あれは別のビン、え、ビンヘルムって何もいいの、ビンヘルムの騎士って感じなの、固有名詞やなかったの、ある意味固有名詞だけど。あ、読めた、俺めっちゃダメージ食らってた。回復しよう、やめろやめろ、痛い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 、あ、嫌になっちゃう。アイテムアイテム、よし、あー、なんつー場所だここは。とりあえずさっきの幻影壁のところ行くか。あのメッセージ見てなかったら完全に見逃してたわ。こんなキモいところに来たのに全然アイテムなかったよ、えんえんとか言って終わってたわ。おー、待って、化粧とかゲットワーン、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、よーし、これ上いねえよな。よし、あとあいつだ、やつを仕留める。よし、あー待って、お待ちなすてい、化粧トカゲは仕留めたぜ。で、あ、外だ、
とりあえずこんなもんか。この外はなんだ、うん、あーなるほど、ここに行けるんだ。でもこれ霧の壁とか全然越えていかなかったら絶対は、これさどうと、これ通ってくんじゃないよね、こっちだよね。割とこれ意味わかんないルートなんだけど、ちょっと一旦戻ろうぜ。まだあそこに探索すべき場所あるはず。